俳優、久与龍渉が28日、東京国際フォーラムホールウェイで、初のワンマンライブ、ミヤ世代決起集会 20th アニバーサリーライブを開催し、アーティスト劉備ミヤセとしてメジャーデビューすることを発表した。4月10日にソニーミュージックレーベルズよりアルバムプレイリストをリリースする。久与は2023年からミュージックプロジェクトを志望。当初は地元宮城県の大和駅にポスターを貼って情報解禁をすることから始まったプロジェクトだったが、1年経たずしての東京国際フォーラムでワンマンライブを開催した。